マザーボードのバイオスアップデートに失敗しました。ご覧の通りパソコンが起動しなくなってしまいました。結論から言うと半月くらいかけてかなり苦労してマザーボードを復旧させました。同じ境遇の人の参考になるようにやり方を動画に残しておきたいと思います。必要だったものはサブ PC と USB 接続のロムライターです。パソコンは USB 接続でロムライターをつなぐだけなので結構古くても問題ありません。ロムライターはトラブルが起きた後で Amazon で買いました。値段はピンキリで高いものは対応しているロムの種類が豊富で立派なケースに収められているものもありますが、今回は一度限りの利用かもしれないので値段重視です。マザーボードに使われていたのが DIP の 25K の EP ロムだったので、それに対応していてインターネット上の情報も豊富な CH341A チップを搭載したロムライターにしました。1000円以下でした。 SOP でハンダ付けされているマザーボードの場合はクリップ式のものもあるみたいです。ロムを抜いている様子です。片手だと作業が難しかったのでイメージ映像です。ピンを曲げてしまわないように平行に持ち上げられる IC 引き抜きジグという便利なものもありますが、マイナスドライバーでもテコの原理で両側をちょっとずつ持ち上げていけば綺麗に抜けます。マザーボードを触るときは電源ケーブルを抜いてからやりましょう。パソコンがシャットダウンされた状態でも待機電流が流れている場合があります。3日後届いたものがこちらです。はい、説明書も CD もありません。ロムライターの表側と裏側です。 24K、25K に対応していて、それぞれ挿す場所と向きの指定が印刷されています。 CH341A のロムライターに対応した Windows 用ドライバーと日本語版の読み書きツールはこちらのサイトのものを利用させてもらいました。概要欄にリンクを貼っておきます。ダウンロードしたファイルがこちら。 USB のドライバーをインストールします。読み書きツールは CH341A.exe というファイルです。うまく書き込めない場合は管理者としての実行も試してください。立ち上がったら 24K または 25K のタイプの指定、チップのメーカーの指定、型番の指定をしてください。等倍速でお見せしていますが4メガの読み込みにこれだけ時間がかかります。自分がバイオスアップデートに失敗したのは静かに待てなかったのが原因ではないかと分析しています。ここで半分、まだ終わらない。30秒かかりました。読み込みができることが確認できたので書き込みをしていきましょう。開くアイコンからマザーボード用の BIOS のバイナリーイメージを指定します。画面のバイナリーデータに反映されました。この状態でロム書き込みアイコンを選択するとロムの書き込みが始まります。読み込みよりも時間がかかります。専用のロムライターでやってこのスピードなので、パソコン実機上で BIOS アップデートするともっと時間がかかるんじゃないかと思います。これからバイオスアップデートをやろうとしている方、事前にリスクを調べている方、この動画を見てくれていたら言わせてください。反応がなくても5分は待ちましょう。書き込みアイコンの隣にあるベリファイはロムからデータを読み込んでツール上に展開してあるバイナリデータと比較する機能です。書き込み後に続けて実行すると正しく書き込みが完了したことの確認ができます。書き込みは約40秒かかりました。ベリファイの挙動は割愛します。それでは
ロムをマザーボードの元の位置に挿してパソコンを立ち上げてみましょう。起動しました。ハードディスクも動いて Windows も読み込み始めました。よかった。この動画が役に立った、参考になったという方は動画更新のモチベーションになりますので、応援のグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ここからは番外編です。なぜ BIOS アップデートをしようかとしたかというと、 CPU 価格も中古なら安くなってきていることもあり、古い世代の i7 ならお手頃なので CPU を換装しようと思いました。 CPU のソケット形状は互換性があって、例えば第2世代の CPU に向けて製造されたマザーボードでも、第3世代の CPU の発売後に BIOS アップデートが提供されている場合があります。先ほど登場したマザーボードは Foxconn の H67S という製品です。もう5年以上前の製品ですが、同社のホームページではサポート情報が残っていてありがたいですね。最新の情報では第3世代のアイビーブリッジと第2世代のサンディーブリッジに対応していると記載されています。第3世代 CPU を使う場合にはメモリも DDR3600 にも対応します。 BIOS のダウンロードページを見てみると、一番古いものは2011年からありますが、この時点では第2世代の CPU しか発売されていません。2012年5月15日に第3世代の CPU に対応した BIOS が公開されています。これ以降のバージョンのマザーボードを使っていれば第2世代と第3世代の両方の CPU が使えます。 CPU は i3 の2100から i7 の3770T に交換しました。 CPU の4桁の番号は一番左が世代を表しています。最後が T になっているものは低消費電力タイプです。 TDP は 65W から 45W になりました。人それぞれ速度重視か低消費電力、静音重視か求めるものは違いますが、 CPU の性能比較はいろいろなサイトが競って公開していますので、乾燥先の CPU を探すのにとても参考になりました。パスマークのベンチ比較では3670から8170に、ジャンパラの性能比較では321から760に上がっています。もちろん内蔵 GPU もインテル HD グラフィックスの2000からインテル HD グラフィックスの4000に改善されます。交換前後で Windows のエクスペリエンスインデックスを見てみると、プロセッサとグラフィックスが大幅改善されていることがわかります。メモリも微増してますね。ハードディスクは変わらずで、ここが最低数値となりました。次はディスクに手を入れればバランスよく全体のパフォーマンスが向上するでしょう。 SSD も買ってあるので、この値を取得した後で動画にするかはわかりませんが、乾燥しようと思っています。パソコンではパーツ交換を前提としていないので、 BIOS のアップデートを公開していない場合があります。メーカーの統廃合や何年も経ったマザーボードのサポートがなくなっている場合もあります。
野良サイトで配布されていることもあるようですが、マルウェアを配布するような怪しいサイトも含まれているようなので、口コミなども確認することをお勧めします。バイオスアップデートやパーツ交換作業は、身をもってお示ししたようにパソコンが起動しなくなるような事態にも陥りますので、十分に下調べしてから実施してください。以上で本当に最後です。番外編も含めてご覧いただきありがとうございました。